オリバー・ナーセンは、ベルギー・オーステンで出身の自転車競技選手。オリベル・ナーセンとも表記される。2020年現在は、AG ジ r ニアール・ラ・モンディアルに所属。2016年と2018年に、ブルター・ニュクラシックで優勝している。弟のローレンス・ナーセンも、自転車競技選手であり、兄と同じく AG ジ r ニアール・ラ・モンディアルに所属。 1990年9月16日、ベルギーのオーステンデで生まれたナーセンは2歳にしてビギナーカテゴリーで自転車競技を始めた。2011年から2013年までファンデルブルストに所属し、u 2三カテゴリー3年目の2011年6月に初優勝。2014年にはシーベルに加入し、メモリアルフィリップファンコーニングスローで3位に入った。同年8月、 ロットベリソルに研修生として加入。グランプリでコメリカルド・タンプルーブで優勝し、トップコンペティションで3位となった。2014年8月末、プロコンチネンタルチームである、トップスポルト・フラウンデレン・バロワーズと契約を結んだ、ことを発表。2015年、ポリノルマンドで優勝し、フロット・プライス・スタッド・ゾテヘムでは3位。2016年、イオム・サイクリングへ移籍。 ツールドフランスにて逃げに乗り、関東賞を獲得。同年、ブルターニュクラシックでは、残り 40km での抜け出しに乗り、最後は、アルベルト・ベッティオールとのマッチスプリントを制して優勝。キャリア最大のワールドツアー初勝利を飾った。2017年、AG ・ニ r ール・ラ・モンディアルへ移籍。シクリりしも2020ナンバー62、プロチームガイド選手名館ヤイス出版。 2020年44ページツールドフランス2016第4ステージ数センチ差で決着勾配6%の上りを力で押し切ったキッテルが接戦を制するブルターニュクラシックエストフランス20162名が集団を振り切るマッチスプリントを制したイオムのナーセンがキャリア最大の勝利ありがとうございます